ユヨンは、韓国のフィギュアスケート選手。2016、2018、2019年韓国、フィギュアスケート選手権優勝。2018年世界ジュニア選手権2019年、世界ジュニア選手権2019年スケートカナダ。幼い頃はシンガポールで育ち、バンクーバーオリンピックのキムヨナの演技に心を奪われ、フィギュアを始めた。 憧れの選手はバンクーバーオリンピック金メダリストのキムヨナ。2016年、韓国フィギュアスケート選手権で史上最年少優勝を果たした。2017から2018年シーズンからジュニアクラスに参戦し、2019から2020年シーズンによりシニアに参戦。グランプリシリーズ初参戦となる2019年、スケートカナダでは、 ショートプログラムとトータルスコアで自己ベストを出し3位に入った。シニアデビューとなった2019から2020シーズンよりプログラムにトリプルアクセルを組み込み始めた。シーズン初頭の2戦ではショートフリーともに単独のトリプルアクセルに挑戦するも両足着氷、回転不足などで声のプラス評価を得ることができなかったが3戦目の GP。 スケートカナラダショートプログラムにて5位2.17を得られるトリプルアクセルを成功させた。これによって、ユは女性選手としては11人目の国際戦でのトリプルアクセルの成功者となった。ありがとうございます。